はい、おはようございます。みつ豆でございます。本日はボンカレーを語りたいと思います。はい、まずボンカレーが登場したのは1968年、牛肉 100% を売りにした高級路線だったそうでございます。ボンがフランス語の美味しい、まあカレーは英語のカレーで、2つ合わせてボンカレーっていうネーミングになったそうでございます。でこれ実は、沖縄のボンカレーは未だにこのパッケージですね。っていうのも沖縄で爆売れしたそうでございまして、で今も月に1回沖縄だけのためにこのラインが稼働するそうでございます。本来の、まあ、発売当初のままのボンカレーって言ったら沖縄のこれ。そんでこの1969年に全国展開したこのボンカレー、当時外食でうどんが1杯50円から60円のボンカレーが1個80円だったそうでございます。で高すぎるっていう声が上がっていたっていうことがあったそうでございます。で牛肉でしょ、まあ80円、まあ高級だけど、だってお店で食べたらねもっとするだろうしね。放浪の看板、まあ田舎の方に行くとまだなんか小屋みたいなところにあったりしますけど、勝ち組じゃない、もうギューって。野菜と牛肉の煮込み3分間で本場の味、あらお着物も美しいですね。当時のサラダを再現したんじゃないこれ。パセリにレモンにラディッシュにピーマンにレタス、小麦のね焦がしてカレー粉と合わせて、そういう懐かしさが残るカレーでございます。で1978年にボンカレーゴールドが誕生しました。ボンカレーゴールドは野球の王選手を採用しておりまして、ステッチが入ったこうボールみたいな美味しさ30枚のパッケージでございましたね。2003年に全てレンジ対応になりました。けどね、この沖縄はねこれなの、湯煎のタイプなの。これほんと神だよね。ボンカレーのセンター、この沖縄ボンカレーだよね。2007年2月12日、この日はボンカレーの日ということで正式登録になったそうでございます。2月12日、あなたは何を食べましたでしょうか。私は忘れました。2016年から使われている野菜は全て国産野菜となりました。ただこちらの沖縄ボンカレーに関しましては全て国産ではございません。でもセンターでございます。で2018年にボンカレーは50周年を迎えます。その時にこの女優さん松山洋子さん、現在84歳の方がお祝いメッセージを大塚食品さんに寄せたそうでございます。この女優さんもすごく美人さんですよね。こんな顔に生まれたかったと切に思います。復刻版元祖ボンカレー、これが2020年に発売になったんですけど、ルーはね当時のまんま変わらずで、野菜とお肉が、ボリュームアップ
はい、中身の封を切らずに湯煎に、3分から5分湯煎するということで、同時に3個いっちゃいますか。面白い本棚に、どうですか皆さん。いらないって。はい、こちらが原稿で、こちらが復刻、そしてこちらが沖縄。